YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。 A さん48には性的盗作の症状があり、1984年から2002年にかけ13歳未満の女児4人に性的暴行を加え、22年を刑務所で送った。繰り返す収監されたため、3ヶ月以上自宅で過ごしたことはない。2012年に出所した A さんは、法務部、省に相当の薬物治療命令で、韓国初の科学的去勢を受けた。韓国全土で性的暴力事件は、1日に平均 73.8 件起きる。13歳未満を対象とする性犯罪は平均 2.9 件だ。性犯罪者の再犯を防ぐため、政府は2008年から電子足輪を採用した。10年には身元情報をインターネット上に公開した。11年には薬物で男性ホルモンを抑制する科学的去勢法を導入した。科学的去勢は韓国社会が性犯罪者をコントロールする事実上最も強力な手段だ。身元公開や電子足輪は家族や職場など一定の社会的支持基盤がある性犯罪者には効果的だ。家族や職場がなく社会に適応もできない場合には電子足輪を装着しても性犯罪を犯すことをためらわない。